すごい短い時間ですが、皆さんお付き合いください。こんにちはこんにちは。仕事の休憩中の方もいるんだ。ありがとうございます。マスクない方がいい時と場合によりますね。こんにちは。今日めちゃめちゃ暑くないですか？めちゃめちゃ暑くないですかね。本当に37度ぐらいあった気がする。もう40度近い。ね、夏バテしちゃいますよね。外出たの？出ました、出ました。外行ったらもう、え？みたいな、サウナかなみたいな、サウナ状態でしたもん。本当に めちゃめちゃ暑いので、皆さん気をつけてください。外にいる方は。こんにちは。夏バテはしますよ、私も。めちゃめちゃします。夏バテするともう食欲がなくなる。それを夏バテっていうのか。お元気ですか？お元気です。40度で暑すぎ。40度まであったんかな。日傘はもちろん使ってます日傘ないと死んでしまいます。私ももう真っ黒になりますから。アクエリアスかポカリスエットどっちが好き？うわー、どっちも別に全然好き嫌いとかはないんですけど、部活でよく飲んでたのはアクエリアスで、今よく劇場とかに置いてあるのはポカリです。はい。こんにちは。付き合えた時はこんがりしてたねって。いや本当にこんがりどころじゃないですから。そんなあのオリーブに包まなくても普通に真っ黒だったんで、はい。私の苦手な食べ物はありますよ。食べれないくはないんですけど、あの好んで食べないのはグリーンピースです。パプリカですはい、全然あのあったら食べれます。別に食べたらもうおかしい、なんかもうちょっとやばいことになるとかまではいかないですけど私死ぬんだけどやめて。オリーブじゃなくてオブラートねって。やばいやばい、おばあちゃんの血がオブラートに包むとですわ。ナスが苦手なんですか？しばはナスはちっちゃい頃あんま好きじゃなかったけど、今は逆にめちゃめちゃ好き。はい。あ、無理無理、ちょっとやばい。
これお姉ちゃんに報告されそう。誰かやめてね。スイカの種が苦手。スイカの種、スイカの種は別に食べないですね。私は食べないです。はいスイカの種いつも剥ぎ取るんで、こうやってオリーブ樹脂とかやめて。オリーブオイルみたいななんかなっちゃったわ。オリーブね、オリーブに包むととか言っちゃった。オブラートね、よかった、ありがとうね、突っ込んでくれて。私歩くの早い、早いって言われるかも、早いかも、どっちかというと。畑ご飯のナス料理美味しくておすすめだよ。ありがとう、ありがとうございます。畑子に今度食べさせてもらおう。お姉ちゃんの浴衣可愛いって言ってました。ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。こんにちは。東京の人は名古屋の人より歩くの早い。やっぱそうだよね。なんかさ、もう東京ってさ、通勤ラッシュとかってさ、もうなんか川のようにさ流れていくよね、人がさ。もうめちゃめちゃ早いじゃん、すごいなって思う。東京でめっちゃ素早く履けてるの見た。一回全力疾走したことあります。はい、全力疾走しましたね。東京は競歩してるみたいに早い。そうだね、でも私もどっちかというと早いかも、歩くの。こんにちは、ありがとうございます。何もないのにつまずく、そう、私もよく何もないのにつまずいちゃう人かも。それはある。今年の二十何夜も楽しみ。私も楽しみ私も楽しみ。何かなーって、もうワクワクしてます。だから最近ちょっと眠りが浅いんですよ。ちょっとワクワクしすぎて、やっぱ楽しみだと寝れなくなるというか、はい、眠りが浅いというか、浅いって合ってる？深いんじゃないよね、浅いんだよね。だからワクワクしてます。うなされてる？うなされてないです、大丈夫です。ホールケーキが楽しみ。うん、ホールケーキがとか言うと、やっぱそのやっぱね、期待しちゃうと、まあね、もちろん美月さんのことなので期待以上のものをしてくださると思うんですけど、なんていうの、あんまりこう期待しないっていうわけじゃないけど、なんかなんだろうなっていう楽しみの方が大きいかも。ホールケーキっていう、まあ、そういうね、なんかあまりこう願望が強いとあまり良くないと思いますので、はい、こんな感じです。
ヨンクジのケーキ、まあ、ヨンクジのケーキって言っても別に私はもう本当の大きさとかではないので、もう本当にもうお祝いしていただけるだけでもう嬉しいは嬉しいです、本当に。うん、ケーキをデザインした T シャツってこと？うん？あ、 T シャツってことね。 T シャツをプレゼントってこと？もちろんもう全然何でも本当に嬉しいですよ。こんにちは、ありがとうございます。カップケーキぐらいの大きさでいいの？いやもう大きさとかはもう皆さんやめましょう、そういうのは良くないです。はい、良くないです。絵に描いた餅ならぬ絵に描いたホルキッキーいやまあ絵に別に描かなくていいですってなっちゃうかも。そんな別に絵に描く必要ないかも。カップケーキもホールだよねって、その今カップケーキによりますけど、わかんない。まあね、今年は何をプレゼントしてくださるのか、はい、楽しみですね。全然いいんですよ、本当にやっぱ平等なので、みんな全然私はみんなと一緒でいい、全然そういうなんか面白さとかそういうのはもう本当にいらないです。本当にみんな一緒でいいです、本当に。まあ、でもね、一つ言うのであれば、やっぱそのね、こういう状況の前までは、こういう状況の中になる前まではやっぱね、まあホールケーキで祝うっていうのはまあそのなんていうんですかね、なんていうんだろう、こう通常、それが通常みたいなところがあったのでっていう話であって、そうっていうのっていうのはあるかなっていうのはありますけど、うん、そうですね。まあでもあれですけどね、ホールでもらってるメンバーはやっぱいるので、はい、今でもいるので、まあ全然期待してもういいんじゃないかなというか、別に、うん、別に別にって言っておかしいけど。まあまあまあ、きっと水木さんいろいろ考えてくださってたと思いますので、きっとね、きっと今年も呼ばれてお祝いしてくださると思います。この言い訳いつまで続くの？言い訳じゃない、語ってるだけだな。にホールケーキ、今年のケーキは何かなってについて語ってるだけ。こんにちは。告知の何？告知？何そんなのあったっけ？何？ま
でもたくさん美月さんに言い分があるんですけど、でもそれを祝われる前に言っちゃうとあまり良くないと思うのでちょっとまだ何も言えないんですけど、言いたいことはあるっていう。なのでちょっと今度もし東海ラジオさん呼ばれた時にちょっと、はい、祝っていただいた後にちょっといろいろ言おうと。あ、出ました、174日です。ありがとうございます、いつも。黙ってたのがいい、黙ってた方がいいねってめっちゃ言われた。まあそうだよね、それはめっちゃ言われる。何も言わない方がいいね、はい、もうすぐ半年、あ、そういうことね、1年で換算するとってことね。365日を割るにしてください。割るにはできませんよね、365日を割るにできないので。割るにできないですけど、割る2にすると、184、183日、半分できっぱりすると。ちょっと待って、 182.5 ですね、 182.5。 ちょっとね、今弾き飛ばすの忘れてた、弾き飛ばすの。そう、 182.5 です、 182.5。 ちょっとね、何を弾き飛ばすの？え、そろばん、そろばん、そろばんでちょっと弾き飛ばすのを忘れてしまったと思って、はい、でもさ、今の子ってすごいよね、そろばんやってる人ってさ、なんかもうさ、こう指ピピピピピピ、あ、オッケーオッケーみたいな。友達とかもそろばんやってた子がいて、もうすぐもうなんか指動かして計算してて、こうやって何してんのってずっと思ってた。はい、そんな感じでした。はい、ということで 182.5 ってことは183ですね。もしなんかもう四捨五入謎にしちゃうと、四捨五入しても183にはなりませんでした、ごめんなさい。183日183日なので、182か183でだったら、まあ183を取りましょう。183 183日なので、まああと何日だあと何日だ、100、今174って言ったよね、175、ちょっと忘れちゃった、174ってことはあと7日、あと1週間ぐらい、1週間もないかな1週間ぐらいかな、うん1週間ぐらいなのでね、はい、半年はあと1週間ぐらいということが分かりましたね。これで長いね、こんな計算するのにこんな時間かかるなんて。英語だけじゃなくて算数も苦手か、違います、そういう演出です、ごめんなさいね、演出しちゃったんですけど、まあということで、まあ、もうちょっとで半年という、はい、らしいです。
オリーブに包むは忘れません。もうそれは本当に忘れて、それは忘れて、オリーブに包んだらダメ何オリーブって今思うとよくわかんないね。ちょっと今私左足がすごくしびれてめちゃめちゃ痛いです。痛い。ということで皆さんここまでにこの辺にしたいと思います。オリーブも演出かな。オリーブは演出じゃないです。はい、めちゃめちゃ真面目に言いました、すいませんということで皆さんちょっと短い時間でしたがありがとうございました。ちょっと待って、足がしびれていますが、よいしょ。オリーブバイバイっていうのやめて、オリーブアイカじゃないからやめて、忘れてねみんな、ありがとうみんな追悼しときました、やめてね本当に。オリーブに包まないでねみんな、オリーブに、なんだっけ、オブラートだ、オブラートに包んでくださいね皆さん、気をつけてくださいね。オリーブとオブラートは全く違いますから。はいバイバーイ何この終わり方。